シュエズ・イーゴン・パゴダシュエズ・イーゴン・パゴダは、ミャンマーの仏教施設、バガン近郊のニャウンウーに位置する。バガンのアーランダ寺院と並んで、バガン王朝を代表する宗教建築物として知られている。11世紀に、バガン王朝の創始者アノーヤタート、三代目の国王、チャンシッターによって建立され、後に建立されたビルマ式パゴダの原型となった。シュエはビルマ語で、金。 シズイーゴンは、砂の菓子、もしくは、パーリ語で、祝福された土地を意味する。シュエズイーゴンパーゴーダは、ビルマ族の進出前からパガンに居住していた、ピュー族の文化と、パガン王朝によって征服された、タトゥーン王国の門族の文化が融合する初期の建築物に位置づけられる。1059年に、アノーヤターによって寄稿され、土台は完成したもののアノーヤターの死によって、 パゴダの建立は中止される。チャンシッターの治世に工事が再開され、パガン近郊のツーン・ウィンさんの石材を使用してパゴダが建てられ、1910年に完成する。チャンシッターによって奉納された二つの文ンの碑文は碑文堂に保管されている。16世紀にタウング王朝のバインナウンによって大規模な修復工事が実施され、二つの盆栓が奉納された。 18世紀末に、コンバウン王朝の新竜神により、二度目の大規模な修復工事が行われた。この時に、新竜神によって、パゴダの頂上に金色の三階が乗せられたが、1975年に起きた地震によって、ティは外れてしまい、境内東の建物に保管されるようになった。シュエズイゴンパゴダは、あのヤターが、 宮廷から放った像が最初にしゃがみ込んだ場所に混流されたことが伝えられている。三層構造の方形の土台の上に高さ約40メートルの塔が建てられている。施設内には女人近世の場所があるため、女性は立ち入りが許可されている本尊の周囲の回廊から参拝を行う。パゴダには金箔が貼られ、塔の周囲には本章端が描かれた陶器の板がはめ込まれている。 伝説では、パゴダの中には、釈迦の歯と骨が奉納されているという。境内には、パガン王朝期に制作された木彫りの扉が保管されており、長い期間にわたって、保存のために油が塗られてきた。パゴダの四方には、仏像が立ち、その中には、それぞれ一体ずつ立ち姿の仏像が置かれている。これらの仏像は、過去四仏を表したものであり、東は、 コーナーガマナフッツ、西はオクルミ、南はカッサパフツ、北はカクサンダ仏に相当する。仏像はインドのパーラーサの技術を取り入れており、表情、衣服の表現にパーラ式仏像の影響が見られる。東の市道には37体のナッシン像が並んでいる。かつてあのヤターは民間で信仰されているなを排除しようとしたが、失敗し、 従来民衆の間で信仰されていた36の、名の上に、仏教の守護神タジャーミンを置いて、ナッシ信仰を認めた。そして37体の像をシュエズイーゴンパゴダに建て、ナッシ信仰が仏教を支えるものであることを強調した。また、パゴダ南西の道には、子が神座、父がその下に置かれている、珍しい様式のナッシ信像が収められている。パゴダの裏には、 パガン王族の墓が建てられている。タトゥン王国が滅亡した後、1057年に、あのヤターによってタトゥンの王マヌハがシュエズイーオン、パゴダに仏陶奴隷として奉納された。寺院の裏には、かつては仏陶奴隷の子孫の集落が存在していた。ありがとうございます。